人様、神霊廟にはどうやって行くんですか？巫女さんが迎えに来る予定です。私たちの場所わかるの？ええ、どうやらそうみたいです。方法は教えてくれませんでしたけど。ま、決まってるならいいけど。あの、二人とも、そのお面は取らないのですか？え、なんでそんなこと聞くんですか？そうよ、かっこいいんだからわざわざ外す必要ないじゃない。そう、ですか。今ほど自分の能力を誇りに思ったことはないね。今ほど自分の能力を恨んだことはありません。あれならユミコ様の食欲を抑えられるかも。おい霊夢、異変だぞ、なんとかしろよ。そういうのは異変解決の専門家に頼んでちょうだい。私知らないから。なんかもう異変とか言われてます。どうにかお面を外させないと。そうだ、二人ともお腹空いてませんか？え、急にどうしたの？あたい、お団子が食べたいです。団子ですね、わかりました。ヘカーティアも団子でいいですか？え？いやまあいいけど。ではちょっと買ってきますね。純子、そんなにお腹が空いてるならそう言ってくれればいいのにね。さっきから口数が少なかったのも、きっとお腹が鳴らないかどうか気にしてたからね。もう、友人様ったら食いしん坊なんだから。あんたも大概だけどね。えへへ。お待たせしました。早いわね。友人様、あたいたちお腹の音なんて気にしませんよ。何のことかよくわかりませんが。はい、どうぞ。へえ、なかなか美味しそうじゃない。ありがとうございます、友人様。まあ単純な手ではありましたが。無事、お面を外してもらいましたね。というかあのお面、私の分もあったんですよね。いっそ私もつけていれば楽になれたのかもしれません。そういえばさ、純子。地上にいる間はその、心霊病ってとこにいたんでしょ？ええ、それがどうかしましたか？いや、なんでかなって思って。なんで？いやだってさ、そこには普通に歩いてるだけじゃたどり着かないわけだし、仮に行ったとしても用事が済めば普通すぐ戻ってくるでしょ。何かあったわね。え？いや、別に何もないですよ。本当に？本当ですよ。ま、いいけど。どうせ行けばわかることだし。だから何もないですって。あれれ、友人様お顔真っ赤ですよ。可愛いですね。うるさいですよ。黙ってお団子食べてなさい。はい。まったくもう。こんにちは、純子さん。巫女さん、ご友人の方もようこそいらっしゃいました。あなたがこのお面をくれた人？そうですよ。気に入っていただけましたか？そりゃもう。アハヒフッポハヒヒヒハフ。なんて、なんとなく人に似てますね。それにしても、こんなに喜んでいただけるとは。いやー、一生懸命作った甲斐がありましたよ。作った？希望の面は私が作りましたよ。ねえ、ちょっと聞いておきたいことがあるんだけど。おや、何ですか？この T シャツ、どう思う？これは。めちゃくちゃかっこいいですね。そうよね。やっぱわかる人にはわかるのね。ほははへっへ、ほふぴんはは。あなたの言った通り、この人とは気が合いそうだわ。あと団子食べなさい。はい。つくぐた？あれを？巫女さんが？巫女さんの感性がおかしいというのは考えにくいでしょう。やはり私がおかしいのでしょうか。改めて考えるとあのお面、なかなかかっこいいような。純子さん、どうかしましたか？え？あ、いえ、なんでもありません。お二人は先に出地の術で心霊病に送りました。純子さんもどうぞお入りください。初めて会った時と同じですね。そうですね。あの時は、まさかこんなすごい方たちと共に過ごすことになるとは思いませんでしたよ。ふふ、そうですか。私も、まさか。その、また母親らしく誰かに接することができるとは思いませんでした。小笠さんが純子さんの帰りを待ちわびてます。早く行ってあげてください。あ、はい、今行きます。ま、初めて会った時とは欲がまるで違いますけどね。よっと。あ、お姉さんお帰りなさい。待ってたよ。ただいま。元気にしてましたか？うん、元気にしてたよ。そういえば、お姉さんがいなかった時にこんなことがあってね。そういうことね。こりゃ次は随分と先になりそうね。